ありがとうございました。私が狭間コーヒー店にいる間、タイさんは何をしてたんですか？私？お店の前に着いたら、つくしに声かけられて、みんなで話してたんだ。それから真っ白に、全然最後のヒントが見つからないから、ワードラリーを投げ出してもいいんじゃないかって言われたんだよね。え？私、そんなこと一言も。それに、それって…私はちゃんと真っ白と一緒にクリアしたいって答えたら真っ白が消えちゃったんだ。今思うとあの真っ白もモカだったんじゃないかな。え？それってつまりモカさんがタイさんで私でもあったっていうことですか？うん、モカが真っ白で私だったみたい。全然わからないよ。つぐみさんがお店を出たらヒントが見つかるって。ん？憧れの場所に立とう。これがヒント？あら、グラタさん、こんなところで何をしているの？え？ルイさん？花園さんと一緒なんて珍しいわね。少し顔色が悪いようだけど、具合でも悪いのかしら？そんなことないよ。ちょっと混乱することがあったっていうか。混乱？うん、モカが真っ白で私だったんだよ。はあ。あ、もしかしてルイさんも本当はルイさんじゃなかったりして。それは哲学か何かの話？ここにいるのはヤシオルイ本人だと私は認識しているわ。よかった、間違いなくルイさんだ。倉田さん、少し疲れてるみたいね。週明けのスピーチは大丈夫かしら？え？ルイさん、スピーチって何の話？もしかして忘れているの？倉田さんらしくないわね。今度行われるスピーチコンテストに首席生徒の倉田さんが月の森代表として出ることになったでしょ。そのコンテストの前に倉田さんのスピーチを全校生徒で聞くことになっていたはずよ。そうなんだ、真っ白すごいね。いやいや、スピーチも首席生徒も月の森代表も全然身に覚えがないですけど。倉田さん、それって。やっぱりこの世界何か変で。その発言や顔色といい、やっぱりどこか具合が悪いのね。無理をしてはいけないわ。そんなところもあなたらしいのかもしれないけれど、やっぱりあなたにはかなわないわね。あなたは私の憧れよ、倉田さん。私がルイさんの？あら、何を驚いているのかしら。私はいつもあなたを心から尊敬しているのよ。え？いつものルイさんからは絶対聞けない言葉。とにかくあまり外を出歩かず、早めに帰宅して休んだ方がいいわ。週明けも体調が優れないなら無理をせず連絡をくれればいいから。ルイさん、そのあまり引き止めるのも悪いわね。それじゃあ倉田さん、花園さん、失礼します。やっぱりこの世界おかしいよ。倉田先輩！ひぃ！そよちゃん？こんにちは、倉田先輩。先日はいろいろとお世話になりました。いろいろって。謙遜しないでください。それとも先輩はいろんな人を助けてるから私のことなんて忘れてたりして。一年の間でも有名なんですよ、倉田先輩は。すごい先輩だって。歌が上手で可愛くてかっこいいって。私も憧れているんです。そんな大したことは。今日お会いした
みんなに焼かれちゃうかも。ローナちゃんにずるいって言われちゃったりして。すみません、引き止めてしまって。お礼だけ言いたかったんです。それじゃあまた学校で。ごきげんよう。ごきげんよう。私がすごい先輩。真っ白、嬉しそう。そんなことないです。ないですけど。この世界ちょっと変だけど、もしかしたらいい場所かも。こんな夢みたいなこと本当だったら絶対叶わないし。そうかな。あ、やっと見つけた。かすみさん。もう、おたえ連絡しても全然返事がないから探しちゃったよ。ごめん、見てなかった。どうしたの？今日ポピパのライブだよ。みんなサークルにもう集まってるんだから。あれ、そうだっけ。ポピパさんのライブ。タイさん、私のことは気にせず言ってください。もう、どうしてそんなこと言うの。真っ白ちゃんもいなきゃ始まんないよ。かすみさん、それってどういう。だって真っ白ちゃんも一緒に歌うんだ。